皆さんこんにちは、ナイステです。元気ですか？今日はですね、また自分の、日本に住んでる外国人として の、 大好きな晩ご飯の一つを紹介したいと思います。前回はですね、初めて、一番最初のね、このテーマの動画を出したんですけど、で反響がとても良かったので、今回はもう一つの、ね、好きな晩ご飯のパターンを紹介したいと思います。はい、もちろん晩ご飯はね、あれだけ食べてるわけじゃないので、はい、今回はもう一つの、好きな晩ご飯を紹介します。ちょうどね、夕方になってお腹もちょっと空いて、今からそう晩ご飯を本当に、ね、今後晩ご飯を作ろうと思います。で、今回の晩ご飯は鶏肉はメインになるんですけど、どっちかというと、なんか考えるのがめんどくさい時に作ります。はい、作るのも簡単なので、あととっても美味しいし、その料理が大好きだし、はい、なので、なんか今日は何作ろうかなって考える時に、で何も浮かばなかったらこれ作ります。ということで、今日のメインディッシュは親子丼になります。はい、親子丼作ります。親子丼も大好きで、日本に初めて来てみた時に親子丼食べてみた時はもう本当に絶妙に美味しくて恋に落ちました親子丼と、はい、でそれはもちろん自分でもね作れるようになりたくて、家でもね美味しい料理食べたいんですよね。なのでね、いろいろね練習して作ってみて、いろいろ試してみて、今は自分のね好きなパターンが固まってきて、今日はそのパターンで作りたいと思います。それではスタートで、もし皆さん、気づいた方いるかもしれないんですけど、ここね見えるかな多分見えるはず、水菜もありますね。その親子丼はメインの料理で、でもう一つのものも作ります、ついでに、親子丼だけだとなんかちょっと寂しいので、もう一つの料理を作ります。で、ご飯も炊きました。もう自分の順番を待ってますねだからパパッと作りましょう。そう、この料理はね、親子丼はねパパッと作れるし、美味しいし、栄養素も高いしね、タンパク質も、ね、結構入ってるし、で玉ねぎ入れるとなんか野菜腸も取れるし、で卵もね結構栄養素高いじゃん。だから体にもいいし、簡単に作れるし、早いし、最高ですよね。名前だけはね、ちょっと外国人からすると、ちょっと怖いかな親子丼じゃあスタート。下準備はね結構したんですけど、鶏肉も切りましたし、あとは野菜もね、水菜はまだ、あと水菜と一緒になんか使うものあるんですけど、その親子丼を作ってる間にやります。はい、それではですね、じゃあまずはなんと出汁作りますね。醤油大体おさじ2、おさじ1、1.5、そしてみりんのおさじ2、このくらい。そして親子丼ってなんか甘いイメージがありますよね。前メリーヌ中入れたけど、砂糖もちょっとだけ入れます。砂糖はね、ちょっと味見しながら調整してるんですね。そして水ですね。はい、これね、砂糖は固まってるんですけど、後でいきますじゃあしていきます。で、そっとしたら鶏肉入れますね。ちなみに水は100ミリ入れました。そしてもう一つのものは水物です。はい、水菜とあともう一つのもの入れます。まずだしを取りますね。だしをパッケージから取ります。パッケージ、だしパックというんですね。はい、だしパックから取ります。ちゃんとしただし取る時もあるんですけど、パパッと作りたい時はだしパックを使っています。あとお気に入りのだしもあるので、味が足りなかったらそれもちょっとね入れたりしてます。そしてここをねほぼ沸騰してるので、そろそろ肉入れます。それでは鶏肉入れます。はい、
そして玉ねぎも一緒に入れます。なんかすごい美味しそうに映ってますね。それでは待ちます。なんかもうダッシュの匂いもすごくいいですね。いいですねっていうか私はすごく感じます。あと少しでちょっと 弱めて、そうかはい。でもうね、まずは卵やって、その後はスープ、吸い物のことをやります。はい、卵完了。それでは鶏肉見てみましょう。おお、うん、すごいいい匂いします。思い出したんですけど、私はだしを入れるのを忘れちゃいました。だから今ちょっと追加しましょう。でその後は卵も入れよう。卵もちょっと待つか、まずスープもありますねじゃあちょっと混ぜて。美味しそう。これ絶対美味しい。で、もうちょっと置いといて、パパッと吸い物作りましょうね。おい。その後は卵入れます。吸い物にはまず水菜入れます。その前はね、だしをちょっと味見してみよう。美味しい。もちろん塩とかね。もう一個。でももう味がすごいはっきりしてますね。味がおいしい。あともう一つのものは豆腐です。最近ね、あの木綿豆腐にハマってます。なんか普通の豆腐とこういう豆腐なんか食べ比べて、歯ごたえのある豆腐の方が好きだと分かりました。もちろん普通の豆腐も好きなんですけど、でもこっちはなんか結構めっちゃお気に入りになった。と多すぎかなちなみにこういう吸い物はいつもあの水のだけ入れてるんですけど、今回は冷蔵庫に豆腐もあってちょっと豆腐も入れてみようかなと思いました。はい、絶対ね組み合わせがいいと思ってちょっとね温まったらもうちょっともう一回味見して、でそれでよかったら完成。じゃああったかーい。おおまだ寒いんですよね。なんか三寒四温なんですよね今は。あったかい日もあれば、その後また冬みたいに寒い日がありますね。皆さん体調に気をつけてくださいね。うん、あ気持ちいいまあじゃあもう一回つけて、で卵ね入れよう。そしたらもう完成ですよね。卵1個入れます。そして待ちます。はい、そして残りのものも入れます。でもうちょっと待ったら完成ですね。スープももう完璧です。はい、ご飯は玄米と白米が混ざってるものです。半々です。は
い、こんな感じです。はい、思ったよりトフが多かったんですね。それでは移動しましょう。はい、皆さん出来上がりました。ちょうどお腹すっごく空きました。早速食べてみたいと思います。はい、いただきます。まずはね、ちょっと寒いからスープから始めます。いただきます。あー、美味しい。おー、とっても温まります。スープはね、ちょっと水菜じゃなくて豆腐がメインになっちゃったんですけど、豆腐のせいでちょっと白っぽくなりましたけど、まあね、おいしい。豆腐もおいしい。歯ごたえがあって木綿豆腐でもね、今日はリアルの晩ご飯ということで、まあ私は普通にね、自分でね、普通の日に作ってたように、はい、作りましたじゃあ親子丼も食べてみよう。ただね、やっぱり撮影しながらやると結構いろいろね、ちょっと時間がかかったりして、そう、卵はね、もうちょっとね、そこまで固まってる卵じゃなくて、もう少し柔らかめの卵が私好きなんですけど、まあ今日はね、ちょっといろいろ移動だったりとか準備片付けとかね、いろいろあるので、はい、ちょっと思ったより固まっちゃった。でもそれでも美味しいと思います。もうとっても美味しいです。うん、本当に最高。うん、なんかもうレストランみたい自分で自分を褒めるでも本当にとっても美味しいです。うん、満足、本当に美味しい。うん、あ、味噌じゃなくて吸い物、もうとっても美味しい。ご飯とかね、こういうものを、まあ、丼とか食べるときに、なんか水とか吸い物がなかったら喉乾きますね。だからこういうものを作るときに大体、まあ、いつもじゃないけど、でも大体吸い物も作ったりしてます。うん、そしたらね、まあ、主食、穀物、今回のご飯と、まあ、肉、まあ、タンパク質プラス吸い物と、まあ、野菜、今回は水のですね、そんな感じで、まあ、簡単に栄養のことも考えながら作っています。皆さんは親子丼を家で作ったりしてますか？どうですか？親子丼といえば名古屋なんですよね。名古屋で食べた親子丼とっても美味しかった。うん、皆さんはどうですか？私の親子丼本物に見えますか？本物っぽいですか？うん、最高。今日は鶏肉もあって、卵もあって、豆腐もあって、高タンパク質の晩ご飯ですよね豆腐も美味しい。はい、皆さん、今日の動画はここまでになります。私はすっごく満足です。豆腐もとても、豆腐じゃなくて吸い物ね、豆腐が入ってる吸い物もとても美味しかったし、あと親子丼もとってもとっても美味しかったです。本当に幸せです。まあ、お腹も空いてたということもあったかもしれないですけど、さらに美味しく感じましたかもしれないでもまあ、はい、美味しかったです。皆さんはどうですか？コメントで書いてください。そして今日の動画を最後まで見ていただいてありがとうございました。はい、動画少しでも気に入ったら高評価とチャンネル登録お願いします。私にとって励みになります。それでは次の動画でお会いしましょう。そして最近ね、また
寒くなったり暖かくなったりしてるので、風邪をひかないように気をつけてくださいね。それではまた。